助、吉見飯森城は、佐賀県に存在した、日本の城。佐賀平野南部に設けられ、現在の佐賀県佐賀市本城町がのこに位置する。周囲はクリークを利用した水濠に囲まれていた。別名は、飯森館、飯森屋敷。城郭というよりも、戦国時代の在京武士の巨漢程度の規模であったと、考えられる。非前国佐、家具におがごう村中心部の、 本前寺、石井正国によって、今流付近に、太宰府守護省に、三つ佐の着南失具によって築かれた。その後、地侍、井森氏が入り、さらに、小木郡出橋の下で立身した、石井正国が当村を治療することになり、着南忠康が、小木郡から移り、本拠地とした。忠康の孫中世の時、水害城主流造寺家県の家臣となり、東条も水が、 工場の出城として、海岸警備の拠点となる。天文年間に、家県、高信二代にわたり、水賀工場を追われて、築後国に亡命すると、敵方の高氏熊城氏八戸氏の軍勢が駐屯した。天文二十二年、龍造寺高信が、築後国から帰還し、水賀工場へ進軍すると上、高信家下の石井義政忠春隊が攻略、脱会し、再び、 石井氏の居城となった。江戸時代に入り、石井氏は、佐賀平野のさらに南部の川北港に天保となり、当地を去ったことから、東城も、廃城となり、上域にあった本禅寺も衰退した。現長年、佐賀藩書大藩主、鍋島勝重が、外祖父、石井常延の追善供養のため、本禅寺を再興し、常延の法名にちなんで、上昇院と改称。 現在では、同院の境内が、かつての助、吉見井森城はとされている。上昇院の境内が、宮城の主角と考えられ、主角の南に二角、さらにその南に三角が配置された縄張りであった。境内には、城時代の古井戸跡や、水郷跡などが残っている。ありがとうございます。